はい、今日は、いよいよ開幕したということで、平沼体育館の雰囲気だったりサポーターさんが作る熱い応援だったりっていうところを、もう一度思い出すようなすごい素晴らしい日になったと思います。で逆にやっぱりそこを意識しすぎた部分もあって、僕らちょっと固くなってる部分もあったと思うんですけれども、今日一番大事な勝ち点3っていうのをチームで取れたっていうことはすごい大きいことなので、このままチームとして、すぐ次に向けて突き進んでいければと思います。そうですね、ゴールは、僕も、出場時間が、今節は短かった中でなかなか、うまく試合に入れるかなっていうところで、難しい部分もあったんですけれども、あのゴールで一つ、自分自身もそうですし、会場の雰囲気も一つこう、氷を溶けさせるようなゴールになったんじゃないかなと思ってます。そうですね、僕らはやっぱり今日のパフォーマンス、今日のチームとしての能力を発揮できたかっていうと、まだ全然、半分も発揮できてないような試合だったと思うので、そこをですね、やっぱり自分たちでもっと力を発揮できるようにコミュニケーションを取っていく、チームで助け合っていくというところが課題になってくるかなと思います。F2 シーズンが開幕して、この平沼体育館で変わらず熱い雰囲気をいつも作っていただいてありがとうございます。今期も、僕らは、サポーターの皆さん、スポンサーの皆さんなしでは戦えないので、1年間通して、今日のような熱い雰囲気を、僕らで一緒に作っていきましょう。ありがとうございました。施設もよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございました。